こんにちは。最近はチャンネル登録をしてくれる人も増え、視聴回数もだんだんと伸びてきました。ありがとうございます。いやー、まだまだ視聴回数しょぼいじゃんとお思いでしょうが。視聴回数一桁、二桁がザラの時に比べたら、ちょっとびっくりしてるぜ。登録者が100人超えたら、伸び方が変わるとは聞いていたけど、ちょっとびっくりよね。まあ、引き続きチャンネル登録をしてもらって、昭和のアイドルを皆様で懐かしんでいこうぜ。ちょっとネタが逸れる場合があるかもしれないが、それはそれで楽しんでもらえたらだぜ。暇つぶしになれれば幸いです。それでは、ゆっくりしていってね。はい、そしたら今日は、このチャンネルの人気ネタ、光源氏をやっていきたいと思います。アキナちゃんも人気だけど、光源氏も人気だな。そうね。今日は佐藤博之さん、山本純一さん、赤坂明さん、を取り上げてやっていきます。よっしゃー。ほぼセーフだな。まあそうね。あっくんがいないだけだからね。リアルタイムでは全然知らなかったけど、このセーフというグループは源氏からかあくんがいないだけって。かなりグループとしての末期感を感じてしまうぜ。ちょっと当時の空気感がわからないからなんとも言えないけど、源氏の5人から4人はちょっとあまりにもきつい感覚ね。まあ、今回はその辺のことは置いといて、個人の紹介をやっていくわよ。まずは、佐藤博之さんから紹介していきます。1970年11月2日生まれ、現在51歳です。血液型は AB 型、イメージカラーは水色です。相性はヒロくんとなってます。正直あまり目立つタイプではないのと、同じ佐藤でめちゃかっこいい人がいるのも比較されそうで、かわいそうな感じがするんだが。あまり光源氏のことを知らなかったら、かっこいい方の佐藤、違う方の佐藤とか言われてそうな気がしちゃうわね。ファンでよく知ってたら、ヒロくんの良さをわかるんだがな。この画像はシャラン級のまこっちゃんに似てるな。なんとなくね。髪型がちょっと似てる感じがあるからかしら。まあ、どうだろうな。ヒロくんファンに怒られそうだから、もう次の画像にしようぜ。この画像はなんかモノマネをしてる画像かな？これは絶対森進一さんのモノマネをしてるところだよな。なんかお袋さんって感じがするわね。あんまりこんな感じでヒロくんをいじってたら、本当に怒られそうだわね。でも、別にいじるとかではなくて、本当にちょっと似てるなって思ってるんだぜ。なんか表情がねえ。これはこれでいい画像なんだけどね。さあ、そんなヒロくんなんだけど、ミッキーが脱退の意思を決意したことを知り、光源氏は7人でなければ意味がない、と思い自らも脱退を決意することになってしまいます。当時の人気が下火になってる中ではそういう考えになることもしょうがないことではありそうだな。そうねえ。いろいろ考えたでしょうね。この脱退したことから、事務所からも退所することになったわね。退所した後はソロで CD デビューをしたり、ライブ活動やイベントを中心に活動をしています。光源氏のメンバーとの交流では、山本純一さんと仲がいいみたいで、一生悪友でいようというほどの関係みたいです。2011年にはカー君、ヒロ君、バンジーの3人で東日本大震災の応援歌リスタートに参加してるぜ。さあ、続いては一生悪友でいようという関係性の山本純一さんをやっていきます。1972年2月28日生まれ、現在50歳です。血液型は B 型、イメージカラーは赤です。相性はバンジーとなっております。光源氏には血液型が O 型の人がいないんだな。O 型がいないのは珍しいな。そうよね。O 型の人がメンバーにいたら、ちょっとは未来が変わったかしらね。まあ、そんなことは置いといて。バンジーはいい噂というか、噂ではなく本当もあるんだけど、いいニュースが少ないわね。まず最初の妊娠出産。この時の対応がいかがなものだったのか、だぜ。そうね。どんなやりとりがあったのかは知らないけど、旗から見るときついわね。そのことからか、翌年には事務所の方を退所なされてるわね。その後のことはちょっと真実がどうなのかは、はっきりとはわからないけど、なかなかのきつさだぜ。なんだか色々とやっては続かないって感じになってるわね。事務所退所、バナー広告ホームページミリオンダラーハッピーを設立、5年ほどやって終了。その後はパチプロだ、バーの店長だ、女性問題、お金、詐欺だの大変だぜ。真実はわからないけどね。変な噂が立たないような生き方をしていただけたらと願うしかないわね。つい最近 YouTube にチャンネルを開設したみたいなので、皆様もよかったら、見に行きましょうだぜ。YouTube でいろいろ動画を見てたら本人のチャンネルが開設されてて、ってなったわね。概要欄に URL を載せておくぜ。
このチャンネルでもしかしたら、元光源氏のメンバーが出てくるかもしれないな。そうね。それはぜひ出演してもらって、それを見てみたいわね。事実は本当かどうかは、知らないけど、ぜひ、頑張っていってもらいたいぜ。さあ、次は、赤坂明さんです。1973年5月8日生まれ、現在48歳です。血液型は B 型、イメージカラーは緑となっております。相性は亀、明くんとなってます。亀はドラマのホテルのイメージが強いぜ。そうね。別に主役ってわけではないんだけど、イメージとしては残ってるわね。よく、再放送がされてて、姉さん事件ですってのとどうもすいません。って高島正信さんが謝ってるのが印象的だぜ。そうね。毎回お姉さんに事件報告して、毎回お客さんに謝ってたわね。謝り方が独特でよかったぜ。正直亀さんにはホテルのドラマのイメージしかなくて、あまり当時のことは覚えていない存在の人だわね。今知ったんだが、身長が成長期にぐんぐん伸びて、光源氏のメンバーで一番高くなってたんだな。そうなのよね。身長178センチで身長が高かったのよね。知らなかったわ。で、光源氏解散後に、結婚をして翌年に長男が生まれたわね。そこまではまあ良かったんだがな。亀さんは結婚生活は続かず、離婚そのストレスがあったみたいで、いけない薬に頼ってしまい、現行犯逮捕。これを重く見た事務所から懲戒解雇され、懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の有罪判決を受けてしまいます。それから約2年後ぐらいに再びいけない薬で逮捕され、1年6ヶ月の実刑判決を言い渡されて、2012年まで服役したぜ。それからはアルバイトをされたり、バーで働いたりして、2015年には舞台にライカナイウロボロスの放浴で主演を務めて、芸能界に復帰されています。その舞台を務め上げた後は、沖縄の宮古島に移住なされて、焼肉バー琥珀をオープン。女性が一人でも入りやすいおしゃれな雰囲気で、スタッフの対応も良く、お料理もとても美味しかったそうです。バーを経営してた時も連日大賑わいだったみたいで、商売センスがあるのかもしれないぜ。いけない薬は一回手を出すとやめることは無理みたいだから、我慢強く耐えていってほしいわね。もうそういう人たちにはロックオンされてるから、ふとした気の緩みでまた終わってしまう。だから、普通の人より確実に大変だろうとは思うけど、頑張っていってほしいぜ。ちょっと手を出したがゆえに、ずっと我慢していかないといけないのは、それはそれで、大変なことね。今回で軽く一通りメンバーを紹介できたわね。まあ、まだ引き続きやれることがあればやっていくので、引き続き動画を見てやってくれだぜ。1980年代から2022年の現在、表舞台から消えていった人、犯罪を犯してしまった人、いろいろな人生があるわね。そうだな。輝いてたアイドルたちの現在ってのも懐かしさもあるし、そんなことになってるのという面白さもあったりと、いろいろな感情があるぜ。まあ、それだけ私たちも年を取ってしまったということよね。当時には戻れないけど、当時にはなかった、大人な心でもう一度振り返ってみるというのも、なかなかに新鮮なものね。昭和をあまり知らない世代もへえ、こんなんだったんだなと思って見てもらえると嬉しいぜ。さあ、それでは、ここまでご視聴ありがとうございました。